ました。水色赤の秋人です。水色赤のアーモンドクラッシュポッキー、ミチェルです。はい。それはな、同じ日に撮っとるけんな。うん。変わりやせんだろう。でももう一袋入ってる。あ、そう。二袋入り。あ、そうね。皆さん、はい、二袋入りですよ。はい。お得。この二袋に入っとるっていうのも、うん。いいよな。うん。その、一気に食べんといかんけんな、一袋だったら。うん、昔ポッキー一袋じゃなかった。一袋だった。一袋であれ、普通に常温になっとったら、うん、開けたら全部くっついて。うん。あった、うん、あるある。あるあるだろ。うん。あれそのまま食いよった、俺、子供の時。そうなん。バカなんじゃない？いや、美味しいがと思ってなんか、いっぱい食べれるって。ポッキーシリーズの中で何が一番好き？ポッキーシリーズの中で。うん。いちごポッキー食べた時は革命的じゃなと思った。いちごのつぶつぶポッキー、うん、ぶつぶつとポッキーどっち、うん、なんか種類あるん？ぶつぶつじゃないやつもあるんよ。うん、うん、どっちかわからん。普通のつるっとした、いちごのポッキーも、あったね、昔。あ、そうなんだ。うん。でも普通のポッキー食べた時も、感動したよ。うん、そうなん。で、なんだったら、冷たい焼酎の水割りロックか。うん、焼酎のロックにつけた、ってかき混ぜたポッキーを食べるのも、うん、大人になって美味しかった。こういう風に。そう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 。お湯割りだけんそれ溶けるよ。さっき、うん、この秋人っていう人が、うん、このミチェルのお飲み物の中に、タバコを浮かばせて飲んでみって言うて。違う違う。違う。この人サイコパスです。いや、違う。この人サイコパスです。違う。飲んでみ。違う。言ってきたか。言ってないよ。口に加えとったタバコが落ちたんじゃ、その中に。飲んでみてる、それの。死んじゃうで。うん。大丈夫、大丈夫。すぐ取ったけど、3秒ルールで。あ、そっか。うん。許してください。うん。そんなわけで。はい。あ、今日は。うん。ミチルのおすすめ。うん。漫画。ミチルのおすすめは。うん。この、デレン。見えとる？なんか光でな、ちょっとな、見えてない。もうちょっと右。もうちょっとこっち。はい、階段、人間時計。でん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 。入れるんじゃけん、言うな。あ、そう、ごめん。時計。はい、これはな、うん、誰が書いたのか知らんのよ、見てる。うん、なぜって、うん、漢字が読めないから。うん、徳南春一郎さん先生っていう人が書いとるな。うん、階段人間時計。これ復刻版なんだけど、うん、この帯に書いてある、うん、マニアの、マニア？マニア、うん、マニアの間では10万円以上の値段で取引されていた記書。うん、人間時計がついに復刻。うん、これは、読むドラッグである。はい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 。なんか字が反転しとるけどな。うん。また、これマニアックなの持ってきたね。うん。これな、うん、ものすごくおすすめされて、うん、友人に、友人に、うん。見てみたんだけど、記書。うん、もうほんま、記書。記書だな、これ。うん。うん、なぜって、うん、よく意味がわからんのにも、うん、あと、うん、絵がめちゃくちゃ怖いの、うん、なんか怖いっていうか、うん、怖いとかじゃなくて、なんかこんなな、うん、見える、うん、見える見える、なんかなんていうん、怖いがデッサン、うん、デッサンデッサン怖いがん。お弟子さんみたいになってるけど。そういう意味？うん、お弟子さん。そういうデッサンじゃないの。ほう。絵が、もうことごとく、気持ち悪いんだよ。うん、顔も、うん。気持ち悪いし。うん、なんかもうすべてが気持ち、お話も気持ち悪いよな。もう完全に狂った世界よな。うん。で、狂った世界。うん。あ、言った、うん。人間時計っていう。うん、時計よ。時計って、狂いますよね。狂う。最近の時計は狂わんか。あ、電子時計とか。そうね。最近はもうスマートフォンの時計とか、うん、携帯電話の時計は、そんな狂わんかもしれんけど。うん、まあでも、道の駅の時計って、1、2、3、
4つあるんだけど、うん、全部くるっとるよな。全部くるっとるな、うん。びっくりするよな。全部くるっとる、ちょっとずつ。うん、唯一スマートフォンの時計だけがくるってないかな。うん、ああ、そうじゃな、うん。なんかそういうちょっとミチル、電磁波的なのを出しよんかな。そうなんだって4つも時計があって4つも全部狂ってるんですよ。うん。そんなことあるっていう。まあ、3つは、ちょっと古めかしい時計をオークションで落としてあるんだけど、うん、1つはなんか新しい時計だしな。うん、うん。デジタルの、うん。あれさえも狂ってるもんな。すべて狂うの、時計が。このお話も、この西田くんがさっき言ったように狂ったような話なんだけど、まあ、人間時計という、時計って狂うよな。あ、そうじゃな。もしかしたら、うん、今の現代の人にとったら、うん、時計が狂うっていう感覚が、わからんかもしれんけど、うん、昔って今もあるけど、うん、ゼンマイ仕掛けな、そんな成功じゃなかったりとか、うん、成功にどんなに作っても、うん、ちょっとした歪み、ちょっとした劣化で、狂うんよ、うん。そうなのな、うん。あと昔は、手で、一日一回手で回して、うん、な、うん、時計な。ゼンマイ、それがゼンマイ時計か、うん。そうね。うん。そんな柱時計のな、ゼンマイのやつとか。うん。あとね。ゼンマイ仕掛け的な時代のに書かれとるものだから、うんうん、そうこの狂うっていう感覚が、またちょっと現代の人とは違うかもしれないね。うん、そうじゃな、うん。この本は、うん、最初1986年。86年 ?68 年だよ。62年じゃん。86年って言ったみたい。全然読めん、漢字。うん、全然読めてないが、うん。1980?、うん、あ、違う、6って漢字で書いたらこうだろ、うん、その下のこれだけ読んどった。あ、そうなの、うん。鍋蓋を取ってな。そう、うん。62年の8月に初版が出たんだって。うん、はいはいはい。これは、まあ、それ昭和何年か知らんけど、うん、82年まだ生まれてないな。62年な。62年な、うん。生まれてないね。まあ、どういうお話かって言ったら、うん、この主人公の男の子は、うん、時計屋さんの、長男、うん、一人っ子、うん。お父さんとお母さんが時計屋さんを営んでおって、うん、そこに生まれた男の子な。うんうん、この子の、数奇な人生を、うん、書いとる、うんうんうん、漫画なんよな、うんうん、このマニアの間では10万円以上で取引されていた記書とか、うんうん、これは読むドラッグであるとか、うんうん、これ聞いただけでちょっと読みたくならん？なるね、うんうん、なるなる、もちろんそれで読みたくなって買ったんよな、うんうん、読んでみたら、うん、まあ意味がわからんのんだけど、うん、これはな、うん、まあ怪談って書いてあるだろ、うん、でも、うん、とっても悲しい話。ほう。なぜって、うん、この世は、うん、恐ろしいことでいっぱいなんよ、うんうんうん、いっぱいな、この主人公の頭の中の恐ろしいことがいっぱいここに詰め込まれたんよ、うんうん、で、もう、うん、恐ろしくて恐ろしくて、うん、ついていけなくなったんよな、うんうん、で、しまい、最後にはな、うん、パパ、ママ、驚かないでね。僕の内臓はもう1年も前からゼンマイや歯車にとって変わっていたんですって言うんよ。人間放棄したんよ、うん、時計になっとんよ、この主人公の男の子、うん、1年も前からね、うん、そうだね。めちゃくちゃ悲しくない、うん、人間やめちゃってる。そうなんよ、うん、そこが見たら一番怖いと思って。はいはいはい。なるほどね。階段、うん、階段だな。うん。階段っていうか精神病かなと思った。あー、まあな。でも俺も結構な、うん、この漫画は、うん、ちょっと影響を受けた部分があるよ。うん。まず、ここ。うん。ここね、これ見えるかな。あ、これどうせ逆になっとるから、見えんかもしれんけど。あ、うん、後で写真に撮ってね。そうそう。うん。このラーメトリーっていう人が大昔に書いた人間機械論っていう本があるんよ、うん、肉体はすなわち時計であり、うん、新しい場は時計師である、うん、人間は機械に過ぎないのさ、うん、っていうな、うん、でも人間の構造って、うん、確かに機械と一緒よな、うん、っていう、そうやな、例
例えば心臓から血液を送り出すのは、説明するときにポンプ。やら、ポンプって人間が作り出した。あれ。でも体の中にも同じ動きがある。とかな。だから人間と機械って、一緒じゃないか。人間の動き構造って。というか人間の動きの構造を外に出したものが機械じゃないの。とかすら思う。で、そうだね。とか思ったり、やっぱこの最後の、パパ、ママ、驚かないでね。僕の内臓はもう一年も前から、歯車やゼンマイにとって変わっていたんですって、ミチュルがさっき言った部分な。これ俺かっこよすぎて、水色赤の歌詞でパクってしまった。そうなんじゃ。そうだよね。これもう、なんていう、大昔のやつ聞いたら、あれかなって思う人もおるかもしれんけど、お父さん、お母さん、驚かないでください。僕の内臓は、もうすでに人間のものではなかったのです。っていう歌詞を使った。パクってはないが、ちょっと、着想を得たってやつじゃない？そうそう、着想を得た。なんというかな、切なかった。そうなんだ。まあでもここ悲しいよな。そう。この主人公の男の子の悲しさというか、心の中の寂しさとか悲しさがここに現れているなって思った。でもこう、青春期とか思春期とか、なんていうかな、自分が狂っているのか、世界が狂っているのか、みたいに悩むことって、ミチルはなかったか。なかった。やっぱそういうのがある人ってあるんよ。おるんよ。で、この人なんていうのは、幼少期にジフテリアっていう病気にかかって、で、書いた人が？そうそう、書いた人。が低身長のまんま、で、成長が止まったっていう人なんよな。あ、そうなんじゃ。そうなんよ。知らんかった。何キロ？いや、何キロかは知らん。何センチだろ。何センチかちょっと俺もそこまでは情報は知らんのだけど、だから、例えばこういう言い方がいいのか悪いのかわからんけど、健常者って呼ばれる人とは、見える世界が違ったり、感じる苦しみとか、感じる悲しみとか、歪みとか世界の、っていうのが、ちょっと違って見えとったんじゃないのかなとも思う。思うというか、これな、昔からちょっと仲良くさせてもらっとる、猟奇探偵の、影の森さんって、ちょっと以前もなんか話に何回か出たことあるんだけど、っていう人から教えてもらった話なよな。それでちょっと腑に落ちたというか、ああ、普通のそのいわゆる、五体満足、何の病気もしてない、健康的な人間の人とは違う青春、違う目線だったから、こういうものが描けたのかなっていう風にも、なるほどね。なるほどね。って思って。俺も左利きで、昔、みんな常識的に、すぐに右とか左とか言われたら、すぐ分かっ、ちょっと持っといて。右とか左とか言われたら、すぐ分かるがみんな。分かる。で、子供の時俺って、分からんけど。あれ？右とか左とかって言っても、ミチルはこうやってやってしまう。でもそれでもミチルは、あ、こっちが右じゃけん、食べる方が右とか、箸を持つ方が右って言って右って覚えるだろ。覚えた。俺、逆じゃけん。急に右左って言われても、今でもパッとわからんの。ミチルもわからんよ。あ、そうな。あれ？西田くんも、右がって言われたらこうやってやってみればいいんじゃが。あ、右はこっちか。そうなんや、そうなんや。そうやって覚えたんや。もちろんそうやって覚えた。みんなが、右は、右手って言われたら箸を持つ方って言われて覚えとったけん、俺は全部逆で言わんといかんのじゃ、と思って、右って言われたら自分の手を見て、この逆っていう、全部そうなんや。全部今まで生きてきた時の、で、こっちの逆、こっちの逆って、言って頭の中でそのワンテンポ遅れるんやな、みんなより。っていう人生だったわ。もちろん今でもさ。あ、そう。右ひげでも。ごめん、なんか全然参考にならん話でした。あ、でも多いらしいよ。あ、そうなん？右行ってとか左行ってとか言われた時に、
なんかこう、無意識でこうやってやってしまう、こうやってやってしまう人、うんうん、お茶碗、うん、箸、やってしまう人、うん、意外とおるらしいよ、うん、あ、そうか、じゃあこれ全然あの珍しい話じゃなかったですすいません、うん、意外とな、うん、意外とね、うん、そうなんよ、そう、そんで俺なんかな、うん、子供の時にな、うん、ちょっとあの、どうでもいい話だけど、うん、缶詰、缶切りあるが、うん、で、俺が風邪で、うん、子供の時に、学校幼稚園かな、うん、休んどった時に、うん、どうしても、チェリー缶ある、うん、チェリーの缶詰、うん。チェリーの缶詰がどうしても食べたくなったんや。うん、で、親が、こう、缶切りで開けよったのを真似して、うん、今、缶切りも言わん缶切り、ないかな缶切り、だって今もうカチャって言って開ける。ああ、そっかそっか。缶切りでこう開けよったん昔、うん、何でも、うん。で、その、缶切りを、親の見よう見真似で使おうと思って、開けれんかったんや、うん。左手でやるけん。開けれんのんじゃ、あれ左手でやったら。右手、右利き用の缶切りで、うん、左手で開けようとしよったんや、うん。で、それで、ちょうどその時 お母さんとかが、買い物かなんかに出とったんかな。うん、で、それで、1時間後ぐらいに、お母さん帰ってきて、うん、俺が一生懸命1時間も缶切りでこう開けようとして、うん、開けれんかったのを、うん、見て、うん、悲しかったって言った。そうなんじゃ。うん、その時に、はっと思ったのが、うん、右利きの人って、うん、当たり前に、この道具があったら開けれるよ。うん、簡単に開けれるよ。缶切りで？そうそう。って、思っとったけど、うん、この子は左利きだった。うん、みたいな、うん。それを忘れとった、うん。っていうのにハッとして、悲しくなったっていう。未だにな、俺な、左手で開けるんよ、缶切り。うん。したらな、みんなと逆になるんそうなんだ。逆に開けていくんよ、うん。逆に開けたらどうなるかって言ったら、みんな缶切りを右手で開けた後って、うん、パカって綺麗に開くだろう。うん、そうなんだ。開くんよ。うん。で、あれ、左手で開けると、うん。沈むんよ。うん。蓋が。うん。で、汚ねえな。そうね。で、沈んだ蓋を、缶切りで刺して、こうやって俺を開けるん。未だにそうなんよ。一回洗ってからせなきゃいけんな。うん。そうなんよ。ちょっと右利きだけど、あれ開けれんのよな。使い方がわからん。あれ？全然珍しい話じゃない。あれ？これは、狂った話じゃけんな。あ、そう。今日は。そうか。うん。そうなんよ、うん。こういう人もおれば、こういう人もおるという狂った話じゃけん。うん、そういうことなんよ。そうか、うん。そうでしたか。人間って狂ってるね。うん、狂っとるよ。みんな一人一人が狂っているのかもしれない。うん。いや、そう、一人一人違う人間なんよな。うん。自分が当たり前だと思っとるかもしれんけど、うん、もしかしたら、うん、自分が狂っとるかもしれん。うん。他人が狂っとると思えたのに。うん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 。まあ、この人間時計っていうのも、うん、機械が、時計が狂っていくのか、人間が狂っていくのか、よくわからん漫画なんだけど、うん、そんな恐ろしい感じで決めた漫画でしたね。あ、いいまとめだね。うん。うん、でもそんな感じ。おすすめね。おすすめこれ。でもまあ意味わからんね、うん。意味はあんまりよくわからんよ。ちょっと奇妙なものとか、うん、意味のわからんもの、そうじゃな、読みたい人どうぞっていう感じ。うんで、この漫画の、うん、あの、後編の階段、猫の喪服、うんうんうん。っていうのも、まあ、面白そうな題名じゃろうな。猫の喪服いいね、うん。うん。これも読めますという感じでした、うん、はい。なんかもう最新作の漫画とか、うん、そういうのを紹介できない水色赤の、うん、唯一できる漫画紹介でした。うん、これは、読むドラッグである。はい。ありがとうございました。